どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友プラチナプリファード新規入会キャンペーンまとめということで、動画ね、やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、こちらのね、三井住友プラチナプリファード、私はですね、オリーブの方ね、持っているわけなんですけども、え今回はですね、普通の方の三井住友プラチナプリファードのね、新規入会キャンペーンがね、強化されておりますので、年会費はね、3万3000というふうに高いわけなんですけども、新規入会キャンペーン利用していただければですね、A0 マイル、シャルマイルね、お好みの方でえ貯めることができますし、またね、この三井住友プラチナプリファードのね、まあ、私の一番ね、気に入っている特典としては、まあ、SBI 証券のね、クレカ積み立てが まあ、10月までにはなりますけども5、5%還元。まだね、利用することができますので、投信託ね、10万円購入していただければ、毎月ね、5000円もらえちゃうっていうふうになりますし、またね、この購入したね、投信託っていうのは、まあ、もちろんね、売却しても OK ですし、まあ、そのままね、保有していてもね、OK っていうふうになりまして、11月以降はですね、まあ、基本1%還元っていうふうになりますんで、まあ、普通のね、他のカードとね、同じぐらいのね、還元率にはなるわけなんですけども、まだね5、5%還元でね、利用することができるっていうふうになりますし、 またね、外貨事務手数料ですよね。まあ、こちらね、三井住友プラチナプリファードっていうのは、えー、外貨事務手数料は2.2%かかるんですよね。ですけども、このカードはですね、外貨決済ね、3%還元なんですよね。ですので、まあ、今回ね、新規入会キャンペーンでね、あの、お勧めさせていただいているわけなんですけども、ANA マイルを貯める、えー、メインカードにもなりますし、またね、海外旅行好きな方はですね、まあ、海外でね、利用していただければ3%還元で、外貨事務手数料ね、入れたとしてもプラスに、ね、なるっていうふうになります。 ますでレボリュートとかね、イデアとかね、私の動画で紹介させていただいておりますけども、チャージするのがね、毎回めんどくさいっていう方は、まあ、このね、三井住友プラチナプリファードね、利用していただければ、もうね、何も気にしないでね、こちらで決済していただければね、あの、外貨事務手数料気にしないでですね、プラスでね、ポイント取れるっていう風になりますんで、こちらもね、非常におす,すめポイントっていう風になります。で、またね、今回新規入会キャンペーンね、先日ね、T ポイントと V ポイントと一緒になってですね、キャンペーンも一新されておりますので、気になる方はですね、ぜひね、 最後までご覧いただければなと思います。 それではまずですね、新規入会キャンペーンからですね、紹介していきたいなと思います。えポイント特化型プラチナカードということでえ、三井住友プラチナプリファードですね。最大62,600ポイントって書いてあるんですけども、こちらね、SBI 証券とかのね、ポイントも入っておりますので、まあ、実質ね、狙えるっていうのは4万ポイントと、またね、スマホタッチ決済ね、こちらがえ新しいね、キャンペーンになっておりますんで、まあ、こちらのポイントをプラスしてえ、このね、三井住友プラチナプリファードっていうのは、紹介してね、入会していただくと、プラスポイントがね、も もらえるっていうふうになりますので、まあ、そちらを利用していただければちょっと、ね、ポイント数はね言えないんですけども、えー、獲得することができて、まあ、それをねマイルに交換していただければ、えー、ある程度ねマイルが獲得することができるっていったがちになります。まずねこの 新規入会キャンペーンの40万円利用していただくと4万ポイントのキャンペーンですね。こちらの詳細がこのページになりまして、新規入会利用特典ということで、入会後3ヶ月末までに40万円利用していただければ、4万ポイントをね、獲得することができるって言いたがちになるんですよね。この4万ポイントっていうのはですね、もちろんね、70%で ANA 周りに交換することができますし、またね、50%でもチャルマリにも交換することができますので、これがね、非常に強いですよね。で、こちらはね、 新規入会キャンペーンということで、発行後ですね、3ヶ月待つ前にですね、40万円利用していただければ、4万ポイントをね、もらえて、で、またね、この三井住友カードのね、新規入会キャンペーンなので、こちら辺ですね、エリーとかワオンとかナナコース、モバイルスイカとかね、モバイルパスも1個か、あと ANA ペイのチャージですね、ここら辺に関しては、 このね、集計金額の対象外っていうふうになりますので、この点で、ね、注意が必要です。で、またですね、SBI 証券のクレカ積立タでね、利用されたいっていう方も、40万円の利用分にはですね、こちらね、カウント入らないっていうふうになりますので、まあ、この点だけね、注意していただいて、40万円利用していただけばですね、4万ポイントがね、獲得できちゃっていった形になります。まあ、これにプラスして、紹介ポイントがね、獲得することができるっていうふうになりますんで、紹介ポイントのね、詳細は、概要欄にね、ブログの問い合わせ方 も載せておきますので、えー、お問い合わせしていただければですね回答させていただきますのでまあ、こちらでね利用していただければなっていうところですねでまたですね新規入会キャンペーンとプラスしてこちらのキャンペーンがですね先日ね t ポイントと v ポイントが一緒になってですね、えー、開始になりました、えー、スマートタッチプラン増量キャンペーンということで新規入会スマホのタッチ決済3回ご利用で最大1万円分 プレゼントということで、このキャンペーンで非常に強くてですね、この三井住友プラチナプリファードは1万円分で、ね、もらいちゃうっていうふうになりまして、こちらね、非常にね、あの条件が緩くてですね、期間は4月の22日から6月30日までやっておりまして、発行期間がカードをおし込み月プラス1ヶ月後末までで、 最大ね、V ポイントペイギフトが1万円分もらえるっていうふうになります。この V ポイントペイギフトっていうのはですね、まあ電子マネーの残高みたいな感じなので、まあマイルにね、交換することはできないんですけども、まあ普通にね、ビザタッチ決済とかね、ID 決済とかで利用することができる残高がね、もらえるっていうふうになりますんで、使い道にね、困ることはございません。で、またね、三井住友プラチナプリファードであればえ、1万円分もらえて、で、このね、条件なんですけども、え期間中にカードをね、発行して、 いただいて。 カード入会プラス1ヶ月待つまでに新規入会したカードでスマホビザタッチ決済もしくはマスターカードタッチ決済を3回以上利用していただければこのね1万円がもらえちゃうっていうふうになるんですよね非常に強いですよねしかも金額の指定がないっていうふうになりますのでこちらね発行していただいてコンビニとかで,ですねまあ3回ぐらいジュース買っていただいてもねまあうまい棒3本でもいいんですけれどもまあ3回ね金額指定なしでね利用していただければ1万円分もらえちゃうっていう いうふうになりますんで、非常に強いですよね。まあ、ビザタッチ決済っていうふうになりますんで、この三井住友プラチナプリファードにはですね、マスターカードのブランドございませんので、ビザタッチになるわけなんですけども、スマホのビザタッチで3回ね、利用していただくだけで1万円もらえちゃうっていうふうになりますんで、非常に条件が緩くてね、しかももらえるのはね、1万円分っていうふうになりますんで、 非常にいいですよね。一つね、あの注意がありまして、対象とならない条件ということで、2024年3月31日時点で、弊社が指定するカードをお持ちの方、もしくは、 2021年2月1日以降に新規で弊社の指定するカードを発行した履歴のある方ということで、こちらがね、対象外になっちゃうんですよね。ですので、この期間にですね、この三井住友カードのプロパカードと言われているね、ここら辺のクレジットカードを保有された経験のある方はですね、このキャンペーン対象にならないんですけども、これからね、三井住友プラチナプリファード発行される方で、 今までね、持ってないよっていう方はですね、こちらね、利用することができて、しかもね、3回ね、スマホタッチ決済で、金額指定なしでね、利用していただければ1倍分取れちゃうっていうふうになりますんで、非常に強いですよね。で、このね、三井住友プラチナプリファードのね、えー、基本スペックなんですけども、 それがね、こういった形になっておりまして、年会費はね、3万3000円っていうふうになります。で、家族カードが無料。で、基本還元率は1%還元。三井住友カードの一般カードとかね、ナンバーレスの一般とか、ゴールドの、ね、ナンバーレスとかありますけれども、あちらのクレジットカードはね、基本0.5%還元なんですけれども、プラチナプリファードはね、年会費が3万3000円する分。 1%, 1還元っていう風になるんですよね。で、またね、最大還元率ということで、このね、クレジットカードはですね、年間利用ごとにですね、こちら継続特典なんですけれども、年間100万円使うごとに1万ポイントがもらえるんですよね。ですので、年間100万円以上使う方に関しては、まあ、基本が1%で、さらに1%上乗せっていう風になりますんで、2%還元っていう風になるんですよね。これがですね、年間400万円までですね、100万円 決済していただくごとにですね、まあ、ポイントがもらえるっていうふうになりますんで、最大4万ポイントまでこちらのポイントがね、獲得することができるんですよね。ですので、年間400万円ぐらいまでですね、クレジットカード利用される方に関してはね、非常におすすめっていうふうになります。ですので、最大還元率はですね、2%還元。で、またですね、このね、三井住友カードのね、プロパカードっていうのはですね、マイペースリボっていうね、リボ払いのサービスをね、登録していただいて、 本当にね、数円手数料発生させるだけで0.5%上乗せされるんですよね。これもね非常に強くてですね公式サイトはねこちらになりまして今後ねあのこのマイペースリボの得点っていうのはね選べる得点にねちょっと変更になるんですけども今のね現状でやっているこの V ポイントプラス0.5%還元に関してもですね今後ね6月3日からね30日までに 手続きしていただければですね、今後もね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね、非常に強いです。特にね、あの、リボ払いって聞くとですね、結構ね、嫌がる方多いと思うんですけれども、本当にね、あの、10円とかね、あの、数円のね、 手数料をね、出すだけで0.5%還元ね、月の利用額に対してですね、もらえちゃうっていうふうになりますんで、最大還元率は2.5%還元っていうふうになるんですよね。これをね、70%で ANA マイルに交換することができますので、ANA マイルの還元率は1.75%還元っていうふうになります。先日までですね、こちらね、 ANAPay にね、キャッシュ経由でチャージできましたので、まあ、それで利用するとね、2.25ぐらいまでね、上げることができたんですけども、今ね、ANAPay のね、ルートが使えませんので、今は ANA マイル還元率はね、1.75%還元っていうふうになります。まあ、1.75%還元の ANA マイル還元率ってかなり高くて、<laughs> ANA の Visa チナプレミアム p r とかですね、1.5%還元なんですけども、 このね、三井住友プラチナプリファードね、年間の比はね、結構高いですけども、ANA のプラチナカードよりですね、還元率高くなるっていうふうになりますので、こちらもね、ANA マイルをね、貯めるメインカードとして、まあ、おすすめできるね、クレジットカードっていうふうになります。で、貯まるポイントは V ポイントということで、先日ね、T ポイントと V ポイントね、一緒になりましたけども、こちらね、もともと V ポイントが貯まって、まあ、今回ね、一緒になりまして、ほぼね、あの、ポイント交換 系の話だと、ほぼほぼね、t ポイントになりましたということで、えポイント交換ルートはね、えこういった形で、こちらが溜まって、j r キュー p でね、え70%で AD 周ルに交換することができますし、まあ、j r キュー p 経由でねえ、ポンタポイント入れていただければ、えキャンペーン入れればね、最大60%で、 ジャルマイルにもね、交換することができるっていうふうになりますので、ANA マイルにもジャルマイルにもね、交換することができるということで、両方ともね、交換できるっていうのはね、結構いいですよね。で、独自特典ということで、先ほどね、ちょっと軽く触れましたけども、年間100万円利用していただくと1万ポイント。これが400万円までね、利用することができて、カード継続値のみにはなりますけども、年間400万円であればですね、 100万円ごとに1万ポイントがね、もらえます。で、独自特典ということで、えー、クレカ積み立てですね。今ね、5%還元が、10月までね、利用することができて、今ね、10万円ね、入れることができますので、毎月ね、あの、5000ポイントもらえるんですよね。先日ね、初めてポイント付与されましたけども、投資新宅をね、購入しているだけでね、5000ポイントが付与されるって、本当にね、結構凄まじかったので、これはね、本当にいいですね。こちらね、あの、10月で終わってしまいますけども、 今からね、残りの期間取っていくっていうのもね、非常におすすめです。で、そのおすすめの理由もね、ちょっと後でね、紹介させていただきますけども、5%還元なんでね、非常に強いですよね。で、11月以降はですね、まあ基本で1%還元取れるっていうふうになりますんで、毎月ね、1000ポイント取れるっていうふうになりまして、まあ年間1万2000ポイントをね、獲得することができます。で、またね、スマホタッチ決済7%還元もね、利用することができますので、まあこの7%還元はね、一般カードでもゴールドカードでもね、利用することができるんですけども、 この三井住友プラチナプリファードをねおすすめする理由の一つとしてこのねタッチ決済のね7%還元で、えー、ナンバーレスとかねナンバーレスのゴールドとかねあの別で持ってる方で、まあ、1枚ねもうしちゃいたいっていう方はこちらね ANA マイルをためるメインカードにもなりますんでこれもね結構おすすめポイントですね。 で、またね、外貨決済3%還元ということで、こちらね、非常に強いです。このね、外貨決済3%還元っていうのは、年会費16万5000円するね、アメプラとかしかね、ついてない特典なんですけども、で、こちらはですね、先日でニューヨークに行った際のね、特急列車のね、あの利用明細なんですけども、1月の24日に特急列車に乗って、ニューヨークの空港からね、マンハッタまで利用させていただきました。これがね、5ドルだったんですけども、実際の請求額は758円ということで、為替レートはですね、 1>, ね、1月の26日の151.602円がね、使われているということで、1月の26日のですね、為替レートは147.71から77円っていうところで、まあこれにね、事務手数料2.2%が上乗せされて、まあこのぐらいのね、金額かななんていうふうに思ってたんですけども、まあ実際のレートは151.602円ということで、こちらはね、適用されたわけなんですよね。まあそれで、 5ドル使って758円の請求がまあ来たわけなんですけども、まあこれがね、三井住友プラチナプリファードの場合 2. 2、2.2%のね、外貨事務手数料は取られるんですけども、それより超える3%還元が利用することができるんですよね。ですので、こちらのクレジットカードを海外で使っていれば、まあプラス0.8%還元で利用することができちゃうっていうふうになりますんで、まあ私の動画でね、イデアとかレボリュートとかね、紹介させていただいておりますけども、あちらね、プリペなんでね、 チャージしなきゃいけないんですけども、このカードはね、クレジットカード、しかもね、ビザブランドのクレジットカードっていう風になりますんで、チャージね、しないで利用することができて、しかもね、何にも考えないでね、利用することができますので、まあ私はね、ちょっと一回ね、解説を作るためにね、ニューヨークに持ってって使わせていただいたんですけども、 本当にね、便利すぎてね、それ以降のね、スペイン旅行とかハワイ旅行とかでもね、まあ、かなりね、こちら利用させていただいて、やはり何にも考えないでね、3%還元でプラスもらえるって考えるとね、ちょっと使いやすいですよね。で、実際のね、請求レートがまあ758円で、まあこれにね、3%還元がされるということで、まあ実質のね、換算レートだと、実質147円でね、利用することができたっていうふうになりますんで、まあポイント還元がね、上乗せされるっていうふうになりますんで、まああの、レボリ ートとかねイデアとかだと手数料がかかんないんでその方がいいって思われる方いらっしゃるかと思うんですけどもまあ、そういう方はですねポイントをね請求に当てていただければですねお得に利用することができるっていう風になりますんでこちらねやはりね非常に強い特典だななんていうふうに思いますですのでしばらくね私はプラチナプリファードねあの sbi 証券クリカ積みたでねちょっと終わってしまいましたけども継続していこうかななんていうふうに思っております それでは次にですね、プラチナプリファードのプラスポイント最大14%還元ということで、こちらね、ポイント特化型のね、クレジットカードということで、三井住友プラチナプリファードのですね、プリファードストアっていうのがございまして、こちらを経由するとですね、最大14%還元がね、まあ、取れるって言ったがちになるんですよね。 それがね、こちらになりまして、スマホタッチ決済のプラス6%とかもね、こちらに入っているんですけれども、それ以外にですね、ホテルのね、エクスペディアプラス15%還元とか、ホテルズ .com11% 還元とかですね、特にね、このエクスペディアのプラス14%還元、プラス14なんで、通常の還元率入れていくと15%還元なんですよね。 これね、非常に強い特典だなと思いまして、まあ、先日あの、ツイッターとかでもね、発信させていただいたんですけども、これね、めちゃくちゃ強いですよね。で、それ以外にもですね、サトフルとかフルナビとかですね、タクシーアプリ Go とかもね、5%還元で利用することができますんで、まあ、これで全部プラスって書いてあると思いますんで、通常にプラス、 通常1%還元にプラス4%なんで、a a は2%、ATC は3%、Go は5%みたいなね。まあこういった感じで利用することができて、結構ね、いろんなとこで利用することができて、もちろんね、スマホタッチ決済のね、あの7%とかも、えー、こちらに入って利用することができるんですけども、飲食店がね、やはりメインで多いんですけども、ドラッグストアもありますし、スーパーマーケットとかもね、ありますので、私ね、結構ライフ使わせていただくんですけども、ライフもね、2%還元で利用することができますので、 これ結構いいですよ、ね、まあ私だけかもしれないですけどもライフはねもともと高いんでそこまでねめちゃめちゃ利用するわけではないんですけども結構家から近くてねあの緊急時に結構使っちゃったりしてるんですけどもこれもね結構いいですよね。まあ、それ以外にもですね慶応とかですね相鉄ローゼンとかねここら辺も利用することができますのでこのねあのスーパー系がね使えるっていうのは、ね、非常に強いですよね。 ま、こういった感じでね、プリファードストアっていうのが、プラスポイントでね、利用することができるんですよね。特にね、この、三井住友プラチナプリファードね、マリオットとかね、ヒルトンとか、そういったクレジットカードを持ってなくてですね、お得にね、利用されたいっていう方はですね、このエクスペディアとかね、非常におすすめです。14%還元で利用することができますので、合計15%還元で利用することができます。で、このね、15%還元っていうのは、商品代金に対して14%っていう風に になりますのであのサービス料とかありますよね税金とかここらへんね除かれてしまうわけなんですけれどもまあ、こちらからねあの経由してエクスペディア利用していただければですね15%還元で利用することができてこちらねホテルと旅館のみがね対象航空券とかね対象外になっちゃうんですけれどもこれね本当に強いですねまあ、こういうのをね見るとですね ここから行くサイトはね、少し値段高くなってんじゃないかみたいなね。まあそういったね、あの懸念事項がね、あるわけなんですけども、確かにね、公式タイトルとかに比べちゃうとね、少しね、値段高かったりするんですけども、これね、あの、こっから移行したページでね、ニューヨークのね、ヒルトン・ミッドタウンとか調べると、税金サービスよりで51,317円なんですよね。で、これが、 え、グーグルのね、ホテル検索で調べると、公式はね、49,641円。これがヒルトンのね、メンバー価格になるわけなんですけども、これはね、公式サイトで調べるとですね、だいたいね、284ドルなんですよね。これにサービスとか在勤とか全部入れると、329.47ドルということで、これはね、ドル円で計算すると、大体5万と427円っていうふうになりますんで、本当にね、 えっと、800円ぐらいはね、高くなっちゃうんですけども、まあ、それでもね、15%還元なんでね、これはね、本当に強いですので、ヒルトンとかマリオットとかね、そういったクレジットカードを持たないで、ヒルトンとかね、マリオットとかのクレジットカードを持たないで、エクスペディアとかでね、利用される機会の多い方はね、非常におすすめです。で、このね、ホテルズドットコムもね、11%還元でね、これいいじゃんって思ったんですよね。しかもね、このホテルズドットコムって、10泊するとね、1泊無料とかもね、あるんですけども、 これね、3月1日からね、解約になっちゃったみたいで、商品代金がね、5万円以上だと12%なんですけれども、 商品代金が5万円未満だと7%っていうふうになりますので、通常還元を入れてね、7%っていうふうになりますんで、1万円使って、ね、700円しか返ってこないっていうふうになりますんで、まあ、これはちょっとね、10泊したらね、あの、1泊無料とかね、結構いいかなと思ったんですけども、やはりね、それで考えると、やっぱりこっちの方が強いかなっていうところで、まあ、サービス税金とかはね、含まれないですけども、15%還元なんでね、こちらね、非常におすすめっていうふうになります。で、基本スペック的には、 そんなもんですかね。発行元は三井住友カードで国際ブランドはビザということで、こちらね、あのマスターカードのね、ブランドはございませんので、この点だけね、注意してください。これでね、マスターカードがあったらね、本当に最強だったんですけども、というのもね、三井住友カードのマスターカードブランドって、aupay プリペイトにチャージできるんですよね。ですけども、ビザブランドしかないので、残念ながらね、チャージルートが組めなくて、チャージルートが組めたらですね、ANAPay にね、導ければですね、0.5%ANA マイル還元率上げ 上げることもできたんですけどもまあ、こちらはねビザしか使えないので今のところですね nap のルートはですね利用することができないっていう風になります一つね希望的観測を持ってるのはこちらですね今ねこのレボリュートっていうのはチャージ手数料が1.7かかるので クレジットカードからチャージするのはね、おすすめできないんですよね。先日もこの話させていただいたんですけども、今後ね、このチャージ手数料ね、一部のクレジットカードからなくなるっていうのはね、もう先月ぐらいに発表がありまして、この実装されるのはね、今待っている状態なんですけども、もしね、これが実現してついつい、三井住友、 カードがね、対象になればですね、このルートがまた復活するっていうふうになりますんで、まあそうなればですね、またね、ANA マイル還元率もねあ、引き上げることができますので、まあこれはね、もし、えー、適用になったらですね、またね、動画で紹介したいな、なんていうふうに思ってるわけなんですけども、これもね、ちょっと期待したいですよね。 はい。こういった感じになりまして、三井住友プラチナラプリファードね、ANA マイルを貯めるね、メインカードにもなりますし、まあ、ジャマイルをね、貯めるメインカードにもなりますので、ぜひね、えー、まだね、新規入会キャンペーン利用されてない方はですね、非常にお勧めっていただきになります。で、最後にですね、最大のお勧めのね、理由がございまして、これなんですよね。はい。私のね、動画でもう何回も紹介させていただいておりますし、まあ、この対応自体はですね、もう数年前からね、あるんですけども、 このね、三井住友カードって V パスでね、あの解約画面に行くとですね、次回の年会費をね、無料にしますっていうバナーがね、出るんですよね。これは、出る人と出ない人、まあどういった戦、 あの、選出されてるかね、ちょっとわかんないんですけども、まあ、こちらね、動画で紹介するたびにですね、やったらできましたっていう方とかですね、いらっしゃいますので、で、またね、ANA のビザカードはですね、数年前ね、ゴールドカードが解約になった時に、その時これめちゃくちゃ出たんですよね。で、三井住友プラチナプリファードって、SBI 証券のクレカ積み立てがね、5%還元から、まあ、通常1%還元に引き下げが発表されまして、これでね、解約される方ね、非常に多いと思います。 思うんで,すよね、ですので今後かなり出るのではないかってこちらね私の予想ではあるんですけどもこれね結構出るのではないかと踏んでおりまして、まあ、こちらもね利用することができればですね,、まあ、ね新規入会キャンペーンはね4万ポイント取れるし年会費はもしかしたら無料になるかもしれませんのでまだね発行されてない方はですね今ねクレカツミタでね5%還元で10月までね利用することができますのでこの機会にですね発行していただくのはね非常におすすめっていうふうになるんですよね はい。ということで、今回ですね、三井住友プラチナプリファードのね、新規入会キャンペーンまとめ紹介させていただきました。ANA マイルでね、JAL マイル、えー、貯めるね、メインカードにもなりますし、年間400万円までね、えー、お得にね、利用することができるっていう風になりますし、またね、ANA マイルにも JAL マイルにもね、マイル交換できますので、年間決済額がですね、400万円ぐらいの方であればですね、非常におす,すめっていう風になりますので、ぜひね、検討してみていただければなと思います。 まあ個人的にはですね、外貨決済3%還元がね、非常に強いので、まあこれでね、ちょっと持っていきたいなっていうところですかね。やはりね、イディアレボリュートね。はい。まあ私はね、全部利用させていただいてるんですけども、やはりね、 あれ、お金足りっかなみたいなね、考えるのが結構めんどくさくて、まあこれをね、考えるんだったら、まあこっちでね、ちょっと年会費は高いんですけども、まあ利用していただくのもね、いいのではないのかななんていう風に思っております。今私はね、あの、オリーブ使っておりますけども、私もね、個人カードに変えてね、あの、継続していこうかななんていう風に思っておりますので、まあ今ね、新規入会キャンペーンね、あの、強いので、ぜひね、検討してみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願い いたします私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウント最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断マイル診断マイルクレート診断ポイントサイト診断ねこちらから無料で利用することができますのでぜひねぜひねチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ